済みは、かつて、中国に存在したオアシス都市国家。現在の中華人民共和国新疆ウイグル自治区、アクス地区アクス市にあたり、タリム盆地の北側に位置した。関大から東大にかけて、シルクロード交易の要所として栄えた。司書によっては、衆都名目国、極住国、抜録過国とも表記される。紀元前一世紀の西域諸国。 シュートメスミ国は、四季には登場せず、漢状において初めてその名が知られる。郷土の牧突前雨が、モンゴル高原を統一すると、ついで、トルファン盆地、さらには、タリム盆地の城郭都市をも支配下に置いた。シュートメスミ国は、他の西域諸国とともに、郷土の属国となり、郷土の西変実畜王は、同牧土を置いて、西域を統領させ、常に、延期国、騎手国、 上陸国の間に駐屯し、西域諸国に付税し、富宮を取った。前漢の武帝の時代になると、永世と各挙兵によって、強度が駆逐され、火星回廊から、タリム盆地は、前漢の支配下となり、シュートメスミ国も漢に従属する。新の王毛の時代、シュートメスミ王の進むは恩宿王を殺し、その国を併合する。天王取り二年、王毛は後遺症の王春。 西域都後の李高しを派遣して、母地行為の各金を引きさせて西域に出兵させた。西域諸国は皆郊外で出迎え、兵士に国を送ったが、延期国が作出して、兵を集めて自衛したので、王春羅は、佐々国、騎士国の兵7004人を引いて、数部に分かれて、延期国に入った。延期国は、副兵で、王春羅を遮り、姑とめ住国、 上陸国、騎士国の兵も寝返ったので、共に王春らを襲撃し皆殺しにした。母機行為の各金は別に兵を率いており、後で延期国に至ったため、延期国の兵がまだ帰ってこないうちに、各金はその老弱を攻撃して殺し、帰還した。王猛は、各金を封じて、腰とした。西域とも乗りは義を治めて、騎士国を維持して帰還した。数年後、 王毛が死に、李高氏も没すると、西域とは途絶えた。新末の動乱で一時中国と国交が途絶えると、周と目す国は、当時最強を誇った、サシャ国の支配下に入る。サシャ王の剣は、西域諸国が謀反を起こすのではないかと疑い、右王の暗い侍、孔渡る王の橋再引下げ、周と目ず王、古豪王を召してことごとく、これらを殺し、再び王を置くことはせず、 将軍を派遣してその国に鎮守させた。後に、右国が、サシャ国に背き、サシャ王の剣が、右王の広典に捕らえられると、サシャ、この時からシュートメスミ国は、オンヤド国、ジョーカシラ国と共に、記事国の支配下となり、以後南北朝時代までこの状態が続く。当の大層の時代、現状がこの地を訪れた時には、シュートメスミ国ではなく、抜録家国と呼ばれており、 熱心な仏教国となっていた。抜録過国にはガランが、数十カ所、相当が千余人おり、症状の説一切う部を学習していたという。この頃は、西特厥の支配下となっており、次第に、トゥルク化していく。その後は唐が、安政徒ゴ府を置いて支配したが、トゥバンや海骨にも支配され、十世紀後半には、トゥルク系イスラム王朝のカラハンアサに支配される。以後、 カラキタイナイマンモンゴルジュンガルと支配者が変わり、新代に、ケンリュウテが、ジュンガルの乱を平定し、真の支配下に入れると、赤ず池ド堂が設置された。これが、アクスの名の始まりである。新末に、オンヤド県に再編され、1913年に、アクス県が分岐された。大地は、南城にあり、東は、長安を去ること8150里、徒後所まで1 2 1里、 記事まで670里、西は、温宿まで270里、南は雨天まで、馬行15日、北は、宇村と接する。個数、3500、人口、24500、価値平4500人。シュートメスミ王朝点に、シュートメスミ公、保国公、トイ、左右賞、左右機君が、各一人、役長が二人いる。文字は、ブラーフミー文字、言語は、 記事と同じとから語 B を使っていたと思われるが、大東西域記や、新東女などには、記事と言語が少し異なると記されており、少々の方言があったものと思われる。銅、鉄、メス記が算出される。儀書、北史、新東女現状、大東西域記、新東女ありがとうございます。